今回は結果を求めない、いろんなことでね、よく結果を求めるなっていうことがよく聞くと思います。武術においてもね、特に武術の稽古においていわゆる肩稽古、約束稽古、肩稽古は約束稽古っていうのはもう言葉通りね、もう手順が決まってるわけ、その中で何を学ぶかがあるわけなんで、できたらできないと、そこにこだわってるといろんなものが見えなくなります。体術研究にある意味全て当てはまるんですが、特に体術においてだとね、相手をね崩したいっていう思いが強くなるわけですね。で崩したらうまくいった、投げられたらうまくいった、どうしてもそういうことになりがちで、まずね、例えばこういう技がありますね。相手がまっすぐ立って力を抜いている状態、この状態で両手で相手の手を、右手をねこうやって、剣をこう持っているような感じですね。この状態で下半身の緩みを使ってね、蹴り、相手の蹴りをね、崩していく。こういう技があるんですが、例えば、こういう技、これに似た技はいくらでも例えばあるんですよ。この状態、ふっとね、右手で、抜きをかけたりね。この技ってそもそも、どういうことをやってるかというと、この相手の今の右肩の肩を抜くわけですね。抜くってのは、ふっとこう抜きをかける。抜きをかけて中心を押さえて、そのまま相手の下半身まで崩すっていう、技なんですが、逆にこれを受けたくないと思ったら簡単なんですね。グッと踏ん張っちゃうね。踏ん張るということはグッと、特にあった力強い人は踏ん張ります。こうやって引きがこうやってね引いちゃうと、まずこの肘でこの私のこの抜きがかからないわけです。でだから抜くためのその稽古としてはもう成り立たないわけですね。こうやってグッとやってこうね引っ張る。でそうするとこの肩までいかないわけですね。でももう一回グッと、でこうするとふっと抜いた瞬間にふっと、今こうやって崩しましたけどね、例えばこれなんか逆に目的とは違うわけです。今逆に彼のがこうグッと引っ張るんで、その引っ張ってる方向にふっと緩めて抜き落としたっていうことをやったわけですが、これはもう本来のやりたかった稽古とは違うわけです。さらにね、この技っていうのはこの右肩を抜くんで、ところがこの相手の受けの軸を例えばこっち側ね、向こう側にこう嫌がってこうやれたら、これももう抜きようがないんですよね。力の弱いね、小柄な女性でも崩れるの嫌だと思って無視でこうやってもね、全然かかりづらくなります。例えばね、私はちょっと体重も重たいですけど、例えば彼がこの今まっすぐの軸でちょっと力抜いて抜いてみて、ちょっと崩れましたね。ところが、まずわずかにこの軸をね、こうやって左側にしてますから、このわずかにやっただけでもこうなっちゃいますね。極端だったらもう当然ことはこうなりますよね。自分でもわずかに崩すだけでもふっとこれだったけど、もう全然変わるわけです。でよくね、これこういうことが起きるのは後輩に対してね、技をかかりたくないとか思うと無意識でね、どうせかかんないよとかね、あとかかりたくないっていう潜在意識も含めて思いが体に現れると、ちょっとふっとこう技かかるかかんない方向に、ね、体をねこう切ってしまうってことがあります。こうするともうお互いなんかよくわかんない傾向っていうか、稽古としては何の意味っていうことに、ね、なりやすい。その辺をもうしっかり理解してやってみてください。あとよくあるのがね、例えば手を取った状態、取ろうとしてもいいけど、例えばこの状態で技をかけますね。ちょっとこうやってねかけたり ねそのままねちょっとかけたりね、あるんですけど、例えばそれをこう持たない、こうやって浮かしてる状態、浮かしてる、こう浮かしてると、またこれも違う状態、こうやって持った状態の技から手に持たないと、また違う、その時は今度はこっち側ね、自分が今日は取りに行くと、来なければ取りに行くっていう、それも一つ の考え方、技であるんですが、でもこれはもともとやろうとした技の稽古とはまた違うことになるわけですね。このようにかけようとね、結果だけ気にするとかかんなくても混乱するし、かけをするあまり、例えばいろんなことをやっちゃうわけですね。さっきのこういう技でもかかんなかったら、逆にかかんなかったらこうやってやったり、例えば振って振ってね、今日をついてやったり、いきなり持った瞬間パーンってやったりね、いろんなことを人って考えてやっちゃうわけです。それをコツだって上手くなると一見技が上手くなってなるんですけど、もともと何の稽古か、それを常に考えてほしいと思ってます。なんだ、まとまってきたなこれ。